うん、大吉ジョンです。そしていい、やっちゃうよ、兄貴ジョンです。ありがとうございます。てことでね、今日はね、初ワイのね、姉に登場してもらうんですけど、まあね、多分俺もう多分普通に呼んじゃうんでね、南です。南って多分普通に呼んじゃう、多分呼んじゃうから、もう動画の途中にいつも南って呼んでるんで、多分南って言っちゃうんで。で、南と今日は動画撮るんですけど、まあね、なんかその動画撮りたいなっていうね、思って、そうなんだけど、何撮ろうかなと思って、さっきねツイッターで募集したんですけど、料理がいいとかそのね、あったんですけど、結構多かったのが、その、俺の昔の、なんだろう、黒歴史まではいかないけど、そのなんか、まあ、闇を、話してほしいみたいなあって、でもあんま自分の都合の悪いことあんま覚えてないんですよ。そう、マジで。マジで覚えてない。俺なんかやったっけって言ったけど、なんか南からめっちゃポンポン出てきたから、まあね、そこら辺を、ちょっと、まあ、雑談しつつね、そう。で、好評ならまた、ちょっと南が。南は俺の一個上で、働いてるんで、普通になんか、まあ、月一でぐらいかな。もうこっち帰ってきて、この地元の友達と遊ぶときに、適当に夜だけ俺ん家泊まるぐらいの感じがあるんで、まあ、そんなときにね、また、南が次の日休みとかなら。何、ちゃっかり。ちょっと、協力してもらおうかなって感じで。なんかあります？いや、歴史どんなのがある？いっぱいある。そんなにある？どうしよう、そんなにあるか。うん、俺マジでさ、そのちゃんと記憶があるのがなくて、さっきちょいちょい聞いたのがあったんだけど、うん、あったってなるんだけど、マジで自分で思い出せることが本当に一つもない。すごい。本当に一つもないから、いや俺らちょっと仲良かったくねっつって、ね、まあなんか中学ぐらいはめっちゃ小競り合いしてた記憶があるんだけど、そうだって中2ぐらいにもう俺に手踏んないでって言われた。そうだっけ？そういつも見かけたら手振ってたの。あ、そうなんだっけ、うん、俺が中2の時、そう、私の友達と、あ、ちゃ、それは違うんだって。明らかに、南やっていうか、南の友達が、うん、なんかすごかったじゃん。そう。だから俺、マジで、なんだろう、昔は、マジ坊主で、めっちゃ背低くて、うん、なんか南の友達に、俺見るたびに、あー、ライキかわいいって言われてて、そうそう。そう、本当にね。そう。まあ今から想像できないかもしれないですけど、可愛かったさ、中学。そう。こんな細くなかった。そう。もう本当にね、だから、外周とか走ってて、もう基本ね、なんか、そのうちの中学の、うん、なんだろう、練習メニューは、どの部活も、とりあえず外周するみたいなとこあったから、外周とかで会うと、こうやって、あー、ライキーってやるんだけど、めっちゃ恥ずかしくて。めっちゃ恥ずかしくて。けど、恥ずかしいじゃん。年頃がね。今だったら、わーって返すけど。今だったら返せるけど、あの頃はちょっときついじゃん。ね、それがあった、それは。それがあった。私は悲しかった。悲しかったの本当に本当にそんな年か。ああ、まあ、昔はね。まあまあ。他にある、他に。まあ、野球関連でいくと、小学校の時とか、道具がないって言って、どこにしまったか分かんない。怒られるから行きたくないって泣いて。もう恥ずかしいんだけど、もうなんか行く時間なのにないんだもん。やばやばないんだもんって。でもそれは若干記憶にある。あるそれは。俺もともと怒られるのが嫌だ、すごい嫌だから、うん、割となんか南はまあ怒られたんならしゃあないわっていう感じじゃん。だから別になんか宿題とかやってなくても、うん、もうどうにかなるべっていうスタンスで生きてきた。やったことない。一回、俺一回だけ覚えてる。一回だけ、その宿題やってなかったの。なんで私の暴露してるの？でも俺は基本宿題をやらない子で、みなみが、もう本当 9.9 割宿題をやる人だったよね。そうね。だから一回だけ覚えてる、俺はみなみが。宿題忘れて、え、どうすんのって言ったら、まあ、なんとかなるっしょって言ってて、いや、そのスタンス欲しいわーって思って。私、衝撃だったのが、うん、来期の夏休みの宿題の絵で、うん、3色だったの。
来たよみたいな。いやまああった。3色は覚えてる正直。あのね、美術の絵で、この画用紙1枚にその絵を描いてこいっていうのがあったんですよ。俺は最終日の2日まで絶対に宿題をやらないっていう気持ちを持ってたから、うん、それまで遊びに遊びまくって、残りの2日で宿題をやったんですよ。で、この絵を、俺もともと絵が下手っていうのもあって、うんうんうん、もう時間かけたくないなって思う、ね。で、あと、その、マジで絵が下手な人あるじゃないですけど、うん、本気でやってもみんな下手、俺が絵を下手って分かってるのに、そう、本気でやってこれって思われたくないから、あえてもっと下手に描くっていう、そういうちょっとふざけたくなるんですね。そう、本気で絵が下手って思われたくないから、もうみんな知ってんのに。あえての3色ってのもあったけど、うん、まあ、時間短縮もあえてもあったけど、そうなんか俺その土手があったんですよ、川が流れてる、ね、で俺は橋から見て、別に見てもないんだけどね、うん、こんな感じだろうなっつって、このサイドをちょっと斜めにこう緑を描いてちゃんとそこは遠近法でちゃんとこういう手前細くてちょっとねこういう感じでやって、真ん中に川の水色だよね、そうそう水色でファッてやって、なんかオレンジもあったよね、あったっけ、いや横が多分緑だった気がする。じゃあ2色になっちゃう。じゃあ2色、まあさ、まあだから、まあ、国旗みたいな、あ空も描いたわ、あ空こうやって、そうだ、空も描いた、オレンジかも、そうだ、なんか夕方にしようみたいな感じでオレンジ描いた気がする。俺結構真面目におばあちゃんとかに教わって描いて、そうめっちゃね、なんか2時間とかかけて、もっとか、なんかめっちゃそう絵がうまいんですよ。その時はおばあちゃんがめっちゃちゃんと教えてくれてたから、そうね、そうだけど、それでなんかどんな絵描くのかなと3色みたいな、そうで多分空は青にしなかったのが、うん、そう川が青だったから、あ川が青で空が青だと、うん、そう区別がつかないけど、うん、川がこうなっちゃうから、逆に芸術なのかみたいな、なんかそうワンチャンあるかと思ったけど、うんうん、ちゃんと一番低い評価だった。マジでな、うん、まあまあそんなこともありました ね、 あ、 ったね。あとは何かある、あとはなんだっけ、さっき何話したっけ、なんだっけな、さっき言ったのそんなのあった、あそうだ、布団の取り合い布団の取り合いな、布団をなんか引いた時に私が間違って来季の布団をかけちゃってたのね、うん、そうそう、そしたら普通に私の布団をその日はかけてくれればいいのに、私のところまでわざわざその布団を取り返しに行ったの。違う、これはあれにも、ね、俺覚えてる、ね、そう自分の布団は、うん、その俺んちはそのリビングだけしかエアコンつけないっていう文化があったから、リビングでリビングちゃんとそう、みんなで寝たい、そう夏はリビングでエアコンをつけて、そのみんなで集まって寝るっていうのがあって、うん、だから隣の部屋からこうやって布団を持ってきてリビングにその敷布団と掛け布団を持ってくるっていう文化があったんですよ。うんうん、そう、それでなんですけど、そのあの南は俺の掛け布団と自分の布団持ってきたから、俺は自分の布団持ってきたのにその掛け布団俺は南の持ってこなきゃいけないって思って、その時はねマジそんなマジで10秒で終わることなんだけど、うんうん、やっぱ意地張っちゃうじゃん。待って、意地が分かんない。いや俺もだって俺それ俺の布団だから、自分の布団持ってきてくれない自分でってなっちゃうじゃん。だから結構本気で布団の取り合いして。そうで、その時は俺マジ昔本当にひょろがりだったんで、あの勝てないんですよ喧嘩に。そう。私が絶対に勝てないから、うん、こうやって取り合いになって壁にバーンと押し付けられて、そんなことしてない。いや本当、いや俺めっちゃ泣いたの覚えてる。泣いてお母さんに電話したの覚えてる俺。その時、そんなことしてないです。じゃあこうやって布団取り合って、うちらさ、あのなんだっけ、そうバカとか、うん、そういう暴言とか暴力が禁止、暴言暴力禁止だったね、うん、そうそうそう、だから理論的に会話しなきゃいけなくて、うん、でも絶対考えたら私は来季の布団を持ってきたら来季は私の布団を持ってくるべきっていう理論なんだけどそれ俺の布団じゃん、そうそう、来季の理論に私があのちょっとこう口喧嘩弱くて勝てないそう、それでいやもういいっつって寝るっつってこうやってやったから、俺が本気こうやって頑張って引っ張ってたんだけど、それで私がさ力緩めたら勝手に失敗しちゃう。そうだっけ、そうだよ、あそうかも、そうだよ、それでひどい人がいや違います、あの押されました俺は絶対押してないよ私。そうそれだ、そうだ、俺こうやって寝てる布団引っ張ってちょっと緩めてこうバーンってぶつかって後ろにぶつかってやってすぐ泣くそうマジすぐ泣いてたお母さんに電話したのを覚えてる俺は。あそう、
あれもすごいことしか覚えてないから。恨みを持ってない。あれは俺。泣いたのはちょっと覚えてなかった。本当。いけるわ、マジで。やべえな。やばいよ。やばいね。でも、暴言の喧嘩はないよ、ね。暴言はない。うん、なんかね、割とね、平和な喧嘩だった。普通に。うん、そうだから、割と仲直りも早かった。そうだね。うん、もうなんか、口利かないとかできなかった。そうそうそう。そう親もそこに結構厳しかったから、あそうだね、口利かないとか言っても、うん、何やってんのってなって、うん、結構ね。圧があったからね。圧があったからね。そうそうそう、それはあったわ。いやーわしあったな、そんなこと。ねえ、懐かしい、ほんとに。なんかある他に。他に、なんだっけ、あ、そう、ゲームだ。ゲームは、ライキは昔から強くて。そう、で、なんか、ほんとになんか、オセロとか、人生ゲームとか、そういうのしか勝てないのに嫌だった。ああ。それ多少運が絡むやつ。なんか、ほんとに衝撃だったのが、Wii スポーツの、あのテニスね。ああ、Wii でやるやつね。そうそうそう。なんか、あれ、いつの間にか一緒に始めたはずなのに、ライキはめちゃくちゃ練習してて、手首のスナップだけで返せるみたいな。で、私はもうそのコツを知らないから、振るしかない。こうやって、こうやって、こうやって。私が隣でこうやってやってるのに、ライキはもう。俺、サーブこうやって打ってた。もう本当ゲームやんないって思ったもん。あったわ、そんなこと。そうでも強かった昔からゲーム系は強かった。ゲームはね昔から強かったね、はい、確かに、うん、強かったイメージある。確かにな。みんなもやんなかったもんねゲーム。だから負けるからやりたくない。しかもそうさ、また思い出した、ポケモンのゲームを来期貸したんで、私があのレベル4ジムとか 4人目みたいな時に、そしたら全クリして帰ってきてる。自分は消そうよって感じ。違うんだよ。多分ね、俺の今動画見てくれてる人は、うん、ゲームをね結構やってる人が多いから分かると思うんですけど、その自分のクリアしたら、うん、や割とやることなくなる。友達とバトルするぐらいしかやることなくなるんだけど、一人の時にやることないから、で一回クリアしたとこってもう余裕すぎるの、自分のレベルだと。でちょうどみなみに借りて、おーやっちゃおうかなみたいな感じで全クリして、ちょこそっとね、こそっと6個目とか5個目ぐらいのバッジで返せばよかったけど、うん、こっそりちょっと全クリして、そうだよね、あのダイヤモンドパールね。そうそう。だから私は結局、うん、最後のジムまでたどり着いてないよね。もういいやって感じ。まあなるよね、うん、まあなるわ。あの俺ダイヤモンドパールで思い出したんだけど、うん、俺そのみなみと、うん、わーちゃんとそのああ思い出した映画に行って、そうあの昔はリアルガ対パルキア対ダークライっていう映画があったんですよ。うんうん、で、それで、あの、行くと50レベの、しかも、なんかリアルガとパルキアの必殺技を覚えたダークライがもらえたんですね。で、それを、ダークライをめっちゃもう欲しくて、映画館行ってもらって、よっしゃってなって、帰りの電車に、そう、置いてきちゃったんですよ、カセットをね。そう。で、それで家帰ってカセットないっつって、大泣きして。家帰ってない、マックで。マックだっけ？マックで大泣きした記憶がある。そうマジで。なんかそのカセット、しかもポケモンだけじゃなくてカセットケースごと落ちて、うん、あそうそうだそうだ。そのもういっぱいカセット入ってるのにそれを全部置いてきて、そうだ。なんかすごい大泣きした。いやマジで泣いた。さすがに泣いた。あれは泣いた。さすがに。いやさすがにとかじゃない。さすがに泣いた。よくわかんないなって思った私。泣くよ。でもあれ小3、俺すっごい覚えてる、小3だったあれ。小3が、うん、小3のね少年がね、うん、めちゃくちゃ強いダークライを、うん、やっとの思いでね映画見に行って、これで映画館でこうやって通信してもらって、うん、帰りに泣くしたら泣くでしょ、さすがに。さすがに泣く。いやもうなんか尋常じゃない泣き方。いやいや思い入れが違う、もうそのポケモンに対しての。確かに尋常じゃないな、うん、その今までで一番泣いたの何って言われたら、うん、本当にそれが思い浮かんだよ。マジで私も結構本気の泣きだったよ、ね、結構本気だったね。なんかもう絶望があった、ダダこねるとかじゃなくて、うん、絶望があった。あれは泣いたわ本当。でも本当に泣かなかった
まあね、さすがにね、さすがにね、そんなもんすか、そんなもんすかね。考えればまだまだありそうだけど。本当にないでしょ。ないかな。俺ないもんだって。ないか。ないでしょ。みんなで思い出した。みんなでなんか近所の子たちと探検して遊びに行って、探検ね。そう、マジあの田舎に住んでるあるあるなんですけど、探検ってドブがいっぱいあるんですよね。ドブがあって、そのドブの横を歩くと知らない土地にたどり着けるっていう、それ探検って呼んでて、俺めっちゃ大好きだった、その探検が。だから昔はもうやっぱそのゲームが俺らあんま買ってもらえんっていうか、みんなに欲しくなかったけど、俺はもともと欲しかったけど、小3ぐらいまで買ってもらえなかったゲームを。そういうのに厳しかったよね。そうね、そう、将棋とかだって教わってたし。そう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 、だからもう将棋だから、そのあれは板とあれがあればできるから、将棋とかを教わったりしてたんだけど、そういうなんかゲームを禁止されてたから。そう、ゲームとかテレビとかネットとか ね、だって私ネット初めて開いたの中3とかだもん。だよね、うん、そう、俺はもっともうゲームが好きすぎて欲しい欲しいがあって、多分中1の、うん、ほんと冬とかに買ってもらった記憶がある。あ、そうだ、それでもなんかちょっと漏れた気がする。私だけ遅いみたいな。あ、そうそうそう。あった。俺はもう黙ってた。そうつって探検で迷っちゃったんだよね、うん、知らない途中。あ、帰り道が分かんないってなって、うんうんうん、でなんか大輝がぐずったんだかなんだか忘れたけど、みんなでなんか大輝をおんぶ交代しながら。あ、俺思い出した、思い出した。みんなにおんぶしてもらったわ。そう、かわいい、もう交代交代、みんな1個とか2個しかね、違わないから、みんな大輝を一人でずっとおんぶもできなくて、いつもね、いつものメンバーが南と同い年のあのね、山ちゃんと2個上のともくん、いつも4人で遊んでた。じゃあ思い出した。みんなで交代交代でおんぶして家まで。連れてってもらいました、あの時は。そう、本当にでも可愛かった。可愛いすぐぐずった。そう、なんかんな、分かんない、どうやって分かんないっつって。そんなもんっすね、やめとくか。という感じっすね、はい。まあ好評ならまた何かしらを考えてね、南ネート。何かしたいかなと。ネートが初めてつけられたけど。南ネート。ね。うん。したいかなと思うので。あとで、料理動画をもう一個ね、撮ろうかなと。俺、その自炊するやつがそこそこ揃ってるけど、一回も自炊したことない。だからまあ、まあでも昔ちょっとさ、うん、言うても料理手伝って、俺信じ、誰にも信じてもらえないんだけど、うんうんうん、昔言うてさ、料理ちょっと手伝ってたじゃん。そうだね、てかなんかみんなで分担して作るみたいな、ね、うん、あったそうね、ハンバーグとか、ね、そういうのがあった、ね、餃子とかね。そうだね。私はだって中3の時に暇すぎて、もうそう、なんかみなみはね、そう、料理もね、結構やってたもんね。中3暇だったからね。暇やることないからね。そう、料理うまいんですよね。いや、でももうしばらくやってない。マジで、うん、中3がピーク、家事の。この辺でね、はい、あの、おいで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、バイバーイ。